はい、ということでね、皆さん、はじめまして、ノーチラスと申します。今のところね、底辺 YouTuber をやっておりまして、で、主にクソゲーの実況をしているんですけれどもね、今回から、まあ、新シリーズといいますか、新たな試みとして、できれば毎日投稿で、このプロスピのね、リアタイの練習動画というか、まあ練習って言っても本番なんですけど、そちらを上げていきたいなと思っております。目標は名人。まあ、あのタイトルにも書いてると思うんですけど、まあ、無課金でやってましてね、無課金でまずは名人を、いや名人ぐらいいけるやろって、なんなら俺行ったでっていう人いると思うんですけど、そのなんていうんですかね、戦ってるフィールドが違うんでね、はい、皆さんも困るでしょ、部活でね、全国大会行ったよって自慢してたらね、横からオリンピック選手出てきて、でも俺オリンピック出たけどねとか言われたら嫌じゃないですか。その人間ね、それぞれのポテンシャルっていうのがあるわけであってね、僕は正直、まあ名人行けたらかなり嬉しいなというタイプの人間なんですよ。はい、まあもちろんね、名人実際行けた暁にはね、その先旧姓旧帝とかもね、目指していけたらいいなと思ってるんですけれども、まあ、まずは名人から行こうよという話なんで、はい、そちらを頑張っていきたいなと思っておりますね。はい、ということで今はね、ちょっと練習してるんですけれども、まあ練習で打てないようじゃね、もう正直話になんないですからね。まあでも今見ていただいたら分かる通り、全然打ててないんですけどね。はい、まあこちらをまあそうですね、毎日だいたいまあ2、30分の動画にはして投稿していけたらいいなとは思ってるんですけれどもね、これがまたね、そのまあ底辺特有の、そのなんていうんですかね、機材不足と言いますか、今一応これ、まあ動画には一応なってると思うんですけれども、多分ちょっと訪れしてますよね。はい、これもね、なんかどうやっても直らなくて、まあ多分ですけど、もうパソコンが悪いのと、そのこのキャプチャーしてる機材が悪いっていう。でもこれはもうね、僕なんでそもそもプロスピが無課金かっていうと、クソ貧乏なんですよ。てか、まあクソ貧乏やから YouTube やってるわけであってね。はい、なので機材も買えないんですよね、今のままだと。だからまあこの機材でなんとかね、やっていくしかなくて、まあでもね、あのいい機材を使ったいい動画じゃないと見てもらえないことは分かってますし、で、もちろんプロスピもね、上手くないとみんなに見てもらえないことは分かってるんでね。なのでまあそのためにもね、この何者でもない時からコツコツちょっと積んでいこうかなっていう感じですね。はい、みんなにも見てもらえたりとかしてね、こうなんていうんですかね、熱い厳しいし、あのお声をいただけるだけでもね、正直モチベーションになるんでね。はい、無反応が一番厳しいんでね。さあ、ということで早速名人と当たってしまいました。イヤッチさんですかね。はい、今、あ、やばい、まあ、うーんと言いながら相手の守備見てましたけど、今の自分のでしたわ。やばい、ちょっと集中できてませんね。まあ、菅野は結局ね、この内角低めのスライダー、もうこれだけ投げとけばね、大体いい説はあるんですよね。やっぱ相手の打率見てなかったな。打率何本って出てました、今。そんなにやった気がするんですけど、でも一応名人っすもんね。だから僕よりも絶対強いわけなんで。ここいらでちょっとストレートも入れてみましょうか。はい、菅野さんはね、意外とこの外角フォークが効くんですよ。これはまあ効くんですよというか、まあみんな知ってると思うんですけどね。僕はこれよく使うんですけど、でも大体ホームランに打たれますね。はい、さあ肝心のバッティングですよ。ピッチャーは石川さんですね。これどの石川やろ、これシューターだ。厳しいな。集中しますね。いやー、引っ張りすぎましたね。ちょっとストレート来たラッキーと思っちゃいましたね。パワーカーブになんとかね、合わせていって、理想はですよ、パワーカーブをヒットにすることで相手からパワーカーブの選択肢を消したいんですよね。パワーカーブを見せ球に回させたい。で、その状態で来るツーシームとか、
何でしたっけ、ナチュラルシュートとかそういうのをまあヒットにしていきたい。これですよ。これを今のヒットにできてたら相手はちょっとうわこいつパワーカーブ打てるやんってなるかもしれないんでっていうのを狙ってたんですけど、まあ実際は真逆と。あぶねえ。実際はストレートを、引っ掛けてパワーカーブは見送るというね。まあそれができたらだってもう名人ですもんね正直。これはハボール、はい、頼む。一球外れてくれ。パワーカーブが外れてくれ。でも多分パワーカーブは来ない。ほら、はい、僕結構配球読みはできるんですよ。配球読みはできるんですけど打てないんですよ。何が来るとかね、何が来ないとか大体わかるんですけど、でも打てないんですよね。未来が読めても自分にはどうすることもできない非力な主人公みたいな、ナロー系の非力な主人公みたいな感じなんですけど。次ツーシームかなんかそっち系の速い球ですね。はい、何来る。次はちょっと分かんないですね。いや入ってるかそれ。ちょっとこれは分からんすね、次何来るかは。はいはいはい、フルカウントまでしっかり投げ込んできますね。なんか甘えないっすね。それが困るんだよな。でも抜けないか。いやー抜けないか。もうちょっと早くでしたかね、振るとしたら。それか見送るかですかね。多分ボール球でしたよね今のね。だ見送った方が良かったんだろうな。やばいやばい、ちょっと適当になっちゃってるわ。ああしまった。ちょっと今何喋ろうかなって考えてたらめっちゃ適当に投げてましたわ。問題はこれね、あれしてくるかどうかなんですよね。盗塁一回牽制入れとこう。オッケー、ラッキー。大バカ者やん。おいおい、そりゃないっすよ。あ、やばい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 、適当にやりすぎた。一回これで引っ掛けさせよう。多分引っ掛けると思うんですよね。引っ掛けすぎ、引っ掛けすぎよそれは。ちょっとフォークだと怖いんで一回縦スラでごまかしましょう。高く行きすぎやってそれは。お、前田を変える。誰に変える、誰。あ、そっちか。うん、もう絶対じゃあ走るやん。もう一回牽制してみる。これ一回牽制入れるわ。さすがにね、さすがにやんな。でここでもう一回牽制入れるわ。さすがにか。うん、ちょっと高めにストレートいきますわ。おお、走らない。もう一球じゃあちょっと高めにストレートいっていいですか。しかもあえてストライクゾーンに。走らない。はあ、じゃあもう一球高めにストレートいってみていいですか。走ったのにアウトにできない、なんで？ありえへん、ほんまに。シュートの足が速い、それとも肩が弱い、それとも菅野の球が遅い、それともその菅野を扱ってる俺が悪い。多分それやろな。オッケー、引っ掛けだ。やーぶねー、思ったより飛んだし、思ったより切れた。あぶねー。もうちょっと一塁手が取れる感じのやつを想定してたんですけどね。いやオッケー、ナイス引っ掛け。ちょっとあまりにもボール球すぎたけどナイス引っ掛けですね。さあ
シュートがサードに入ったと。シュートってどこでも守れるな、ほんまにすごいな。さあどこに来る。いやー引っ張りすぎ。今のを流し打てたらもう名人なんですよね、本当に。これはボールですね。ああ、ちょっと打ち損じた。アウト今の。マジか。まあちょっと打ち損じたもんな。でもこういう感じでどうですか。もうあかんで、こういう姿見せちゃうともう相手からしたらどの球も選択肢になっちゃうんで、もうこういう遊びとかできちゃうわけですよ。一回縦カット入れちゃおうぜみたいなね。ちくしょう。いやー落ちひんな、思ったより。これまずい。これパワーカーブで、あのストライクボール、どっちパワーカーブ攻めされますよ。してくれなかった。しかもアウト。ちょっとタイミングが早いのかな。割と今の3アウトはどれもちゃんとミートできたつもりだったんですけどね。バースを変えるの？ランナーの方かな？うん。嫌ですね。ここに。両方とマシ早いやん。いやー、なんとかダブルプレーとか取りたいんですけどね。割とね、ストレート苦手っぽいんですよ、この人。ほら。だから、効果的にストレートを使っていきたくて、でも投げすぎはもちろん良くないんで。まさかバースでバントとかしないよね。これで引っ掛けないかな。OK。いやー、走ってるか。まあ、走ってるわな、そりゃ。ここで一回牽制入れます。でもう一回牽制入れる。でこれでめっちゃ気にしてると、走んなよと思わせておいて、じゃあここも一球外すんじゃないかと見せかけたところで、結果的に一球外れるというね。なんで今の外れんねや。くそ。じゃあここはもう本当に一球外す。今のは発してなかったですね。そろそろ来そうだな、なんか。そろそろ来そうだけど、ちょっと怖いんで、このボール球になるフォークで。たっけー。危ねー。で、ここでよ。ここで、この人ストレート苦手なんで。インハイにストレート、これは多分打ち損じる。 OK、 OK じゃないけどね。 OK じゃないけど結果的に OK。 今のはまあ走られててもよかったし、打ち損じてくれてもよかったかなって感じで。どうしよう、さすがにそろそろストレート攻め効かないよな。だって名人だもんな、仮にも。だからまあ最悪フォアボールでもいいんですけどね。ちょっと走られるの怖いんでね。まあ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 、うん、正隆か。走られるの怖いって今僕言いましたっけ。さっきめっちゃ強いやん今。全然怖ないわ。じゃあなんでフォアボールしたんや今の。まあでも無理していくよりはっていうね、一塁空いてますよっていう。あえてのカットボール。はい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 、選択肢増えてるよ今。
で、ここでまだ油断しない。牽制機入れる。時間稼ぎでもあるし、まあ万が一に備えてね。で、ここでいつもの一球一応言っておきましょう。オッケー、ナイス、ナイスビシエド、ありがとう。今シーズンもよろしくお願いします。本当に。あ、僕ちなみに中日ファンなんでね、はい。ビシエドはちょっと今干され気味ですけどね。僕はビシエド応援してますから。さあ、1点取るだけよ、1点取るだけ。申し訳ないですけど、僕は勝つためら何でもやりますからね。はい、バントでもやるし、あの走らせるのとかもやりますからね、全然。バントはあんまりやんないかな、ちょっと成功率低いんですよ、僕のバント。バントはあんまりやんないですけど、ここもだから今もう読み合いですからね、こいつといつ走らせるかの。ここ、いや、いけると思う。ほら、しかもなんかヒットになるんでしょこれ。あ、なんかヒットになった。なんか1点取れた。ありがとうございました。まあ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 、こういう感じでね、こういうのの積み重ねですからね、プロスピって。こういうのに勝てる人間が勝てるんですから。まだプラチナ位置ですけどね。はい、さあ調子よくね、2戦目いきましょうよ。言うてもね、僕達人8位なんですよ。別にそんなにガチってやってないですよ。ちなみに暇な時にね、ちょちょちょってやる感じの。え、打率2割5分まで今下がってんの俺。マジか。一番調子良い時は4割5分ぐらいだったんですけど、なぜか打てなくなって、で、そっからあんまりやらなくなって、気がついたらもう、このシーズン切り替わるぐらいのタイミングで、まだ達人8位っていう。過去は、どれぐらいかな、達人5位か4位とかまでは一応行ってた気がするんですけどね。だからまあ、なんていうんですか、名人も夢ではないというか、ちゃんとやってたらいけるかなと僕は思ってたんですけど、ナイスビシエド、マジで今日守備光ってるわ。ナイス。でもちょっと今のパワーカーブへの当て方はちょっと怖いですね、正直。パワーカーブはかなりこう張ってるというか、ストライクゾーンにさえ行けばしっかりミートしてくると見ましたんで、ちょっとこうちらつかすというか、なんか違う球とかこう、もうやりません。はい、ごめんなさい、僕がバカでした。僕はもうパワーカーブ攻めでいきます。はい、ここに、うんま。いや、やっぱ多分パワーカーブちょっとお上手なんですよね、この人。いや、シューターが相性悪い説も正直あるけどな。こういう相手には一回ツーシームを試したいんですよね。はい、この速球の速い球の変化球っていう、やっぱりこうパワーカーブ打てる人って、なんかそのボールしっかり見て、こう指しっかりスライドさせてミートするのが上手いイメージなんで、速い変化球とかは、あぶねえ、助かった。速い変化球とかはね、なんか苦手な傾向にあるイメージが僕はあるんですけども、まあそんなん言いながら1点取られてますんでね。はい、もう何も言えないんですけどね。メルセデスか。メルセデス、僕マジで下手くそなんですよ。見といてくださいね。ほんまに打てませんからね、メルセデス。ほら、もうこんなんも打てない。マジで苦手なんですよ。てかミートでかくね、なんかでかすぎて逆に打ちにくいんやけど。右バッターの方がいいんですね、個人的には。メルセデスはこういうのをこうね、え、まあ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 、危ねえ。結構右バッターには内角でこう曲がってくる球投げてくれるんで、あ、こういうのマジできしょいです。こういうの大嫌い。なんとかそれを引っ張っていけたらって思うんですけど、取られましたね。うん、今のをもっとセンターから逆方向に打てるようになったら
まあ名人ですね、僕も。調子いい時はできてるんですけどね、でもその一番調子良かった打率4割5分ぐらいだった時は。あぶね、ナイスイチロー。いやでもやっぱりこの人パワーカーブ当てるのうまいわ。ちょっと一回下に外したらどうなんだろう、この上じゃなくて下で。お、下はワンチャン。まあ今のボールやと思った説もあるんで、ちょっと一回なんかど真ん中から明らかにボール球でこう外してみて、あ、まあ振っては来ないか。まあでもツーシームがね意外と効きそうだったんで、さっきの感じちょっとこう打ち上げるんですよね、ちょっとずらされる感じというか。で下位に代打でしょ。村上だ、左バッターか。左なんですよねこの石川。このツーシームとナチュラルシュートが本当にこう大体一緒なんで。いやーどうだ、取れるか。いや無理か、左バッターの方が難しいかなって個人的に思いますね。なんていうんかな、合わせやすい、引っ張るか速い球流し打つかみたいなんで合わせやすいかなっていう。危ないよ、もっと低めに投げよう。パワーカーブはな、多分この人高めのパワーカーブはもう打てます。いろんな人いますからね、でも高めのパワーカーブ全然打てへん人とかいますからね。低めはこう器用にすくい上げるけどみたいな。頼む、ナイス坂本、マジでありがとう。いやマジでありがとうやけど、でも1点取られてたわ。そういえば村上キャッチャー、え、村上キャッチャーですか？か、変えるか、さすがに。びっくりした。佐藤滝。お願いします。マジでもう、インコースに来た、あの、ストレートとかを鬼引っ張り。こういうのは無視。ストレート、スライダーでハロー。いや、今のは外角。追い込まれるまでは振らない。うん、こういうの、これ振りたかった本当は。もう頑張るしかない、あとは。あ、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 アウトかーい、アウトかい。同じ、やること一緒、初志貫徹。これは我慢。危ねえ、危ねえ、マジでこれも我慢。危ねえ、しっかり選球眼。そしたら多分外角に次。まだ内角でしたわ。じゃあもう一回内角来るね、これ。ここで外角かーい。もう、一個ずれた。で、これを。あー、ダメか。もうちょっと、あれやね、しっかりこう、引っ張れたらよかったんですけどね。でもまた右バッターなんで、やることは一緒です。相手もそろそろ。危ねえ、手出しちゃった思わず。あかんあかん、集中集中。インコース、そう、こういうのには手出さない。インコース、これじゃないけど、これ。はい、やりました。くそー、内角の速い球引っ張れねえな。引っ張りてー。ちょっと今、まあ言い訳みたいな感じになりますけど、てかまあ言い訳ですけど、ちょっとなんかね、ツーシームだと流したいっていう気持ちがあって、あと特に外角のあのツーシームだから、そのなんというのか、完全に引っ張りの意識に慣れてなかったですね。切り替えていこう。今の人の成績見てなかったけど、なんて書いてました？強かった？この人どうでした？さあ、僕もマー君使うときはいつもこれなんで、この内角高め
キワキワ、キワキワ高速スライダー。もうこれしか投げないんで、僕。ナイスー。まあ、さすがにちょっと投げすぎましたね、今のは。あと、これもよく投げます。低め、低めスプリット。外角低めスプリットからの、ツーシーム。こういうのよく投げますね。はい。マー君は割と上級者相手でも抑えやすいというか、いや、こういうこと言うとあれなんですけどね、その比較的ですよ、別に打たれますけど比較的通じるピッチャーかなって僕は思ってますね、マー君は。さあ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 、誰ピッチャー、あ、青柳さんだ、あ、青柳さんだ、終わった。これあれか、中に、なんか今阪神の選手多くなかった、そういうわけではないか。まず青柳さん、ちょっと久しぶりすぎてどういう感じやったかが。シンカー、落ちろ、おい、全然ヒット打たせてくれへんやん。まだ今日の動画1回もヒット打てない僕。あ、あのさよなら勝ちした時あれヒットでしたね、そういえば。今の何でした、カットボール、なんかツーシームもありますよね、こいつ、この人。カット、スライダー、ツーシームにシンカーでチェンジアップか。で、ストレートと、これがツーシームファストで、でストレートがなんか、ぬるって動くんでしたっけ。やっべ、今のボール球か。完璧な打ち損じ。じゃあ、青柳さん、青柳ずるいわ、ほんまに。マジでずるいわ。これがストレートね。オッケーオッケー。あれだ、ツーシームと似てるけどちょっと違うみたいな。あの、ミスチルのサインみたいな。似てるけど、どこか違う。だけど同じ匂い。サインってそういうこと、もしかして。その、青柳さんに出すサインの話、それって。なんてしょうもないこと言ってたらフルカウントまで来ましたけども。頼む、打ちやすいとこに来てー。あぶねえ、あぶねえ、ギリギリ。まあでもなんかインコースにその食ってくる球が来るかなとは思ってましたね、ストレートかツーシームか。うん、やっぱりインコースに食って投げたくなると思うんですよね、と思ったら外角しっかり投げ分けてきますね。だからあんまり張りすぎないようにしたいですね。あー、手出しました、すいません。いや、下手くそなんですって。だから別に僕は最初から言ってますけど、下手くそなんですよ。下手くそだから上手くなりたいって話なんですからね。初めから上手かったらね、意味ないですから。そんな楽しくないですから。どうなんですかね。いや、初めから上手い方が楽しいのかな。楽しいかもしれない。福本豊だ。この打順で福本豊、1番じゃなくて。そう、なんとか。あ、やばい、あぶねー。すする TV みたいになっちゃった今。あぶねー、足早いよ。あぶね、足早っ、足早っ。よし、そろそろホームランとか見せたいっすよね。だって皆さんもね、ここまでね我慢して見てくれた人だけに特別でね、見せたいと思います、ホームランを。ちょっとなんていうの、そのね、いや、いいんですけどね、いいんですけど、そのちょっとなんていうの、しまらんな、しまらんよこんなんじゃ。もうじゃあもう一戦いきましょう。ちょうど今30分ですけど、まあ初回っていうのもありますしね、まあちょっともうちょっと気持ちよくねホームラン打ってるとこ見せたいなっていうのもあるんで、もう一戦いきましょうかね。弱い人来て、強ーい、強い、バウアーじゃないか。
またすする TV 出ちゃった。まあ負けをねずるずる引きずらないようにしたいですね。なんつって殺そう。はい、やっていきましょう。打率3割7分でしたっけ。ちょっとガチらないかよね。でもこういう相手にね、なんかガチりすぎた方がね、なんか打たれるイメージ僕あるんですよ。そのなんていうのかな、もちろん甘い球は投げちゃダメなんですけど、そのなんか一球一球めっちゃ考えて投げたりとかしたら、逆になんか向こうもしっかりこう考えれる時間ができるんで、こうその人のリズムで打ってくる時とかあって、あとまあ一球一球考えながら投げてたら、あのでそれで打たれてる時本当になんていうんですかね、こうしんどすぎるというか、なんか10人、まあ、8点ですよね最大だから、まあ10人ぐらいこう連続で打たれることもあるじゃないですか。そういう時に一球一球全部考えてたら、もうそれで負けた時の精神的ダメージえぐいんで、僕は割と割かしポンポン投げちゃう時もありますね。で逆に自分が打つ時は打てないんですけど、しっかりこう粘れるだけ粘る、少なくともフルカウントとかスリーボールとかまでは粘るっていう、なんかその打てそう感を演出してますいつも。打てなくてもね。バウアーのスライダーってあれですよね、思ったより曲がるんですよね。忘れてました。はい、カットボールか。ミート小せえな。ツーシームも投げてくると。甘ツーシームね。こういうもうなんかもう何も打てなそうなんですけど、正直。でもしっかりボールだけ見るっていう、少なくとも甘い来たら逃がさんよ、甘い球来たら逃がさんよっていう姿勢だけ見せとくと、勝手に相手がキワキワに投げてくれるんで、勝手にフルカウントぐらいまでは行くんですよね。でこういう時にフォアボールとかで出たりとか。カットボールかなと思って振ってしまいました。スライダーでした。ツーシーム、いやスライダーか、高め。いやそこ続けられたらきついよ。でも多分続けないと思ってたけど続けてきましたね。いやほんでそこでツーシームか、うまいな。いやー地味に入るんよなこれが。でもこの相手の方がその今のところピッチングで苦戦してる感じあるの分かります。これで結構その精神的に追い込んでいくっていうのがまあ僕の作戦なんですけど、まあ大体強い人には通じませんよね。落ちろ、落ちないか。いやーそうか、まあボール球やったかな今の。さあ落合さんでございますけどもね。いやもう正直わからんよ、もうさっきも全部さ一応抑えれたけど、抑えれすぎて逆にデータがないのよ、この人が何が苦手かっていう。どうしようマジで怖え。だって何投げてもホームラン打てそうやもん落合さんなんて。正直これまずいよ。あーオッケーオッケー、いいとこ行った。ナイス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 。ちょっと高めに行き過ぎたかなと思ったけどね。はい、いいとこ行ってくれました。このね、ドロップカーブが効くんですよ、小笠原は意外と。ごめんなさい、前言撤回で。いやいやいや、すいません。前言一回戻してください。ドロップカーブがね、効くんですよ。頼む。おーい。このあとこの何でしたっけ、このサークルチェンジがいいとこに決まったときはめっちゃ強いんですよね。あとハマる人にはハマるんですけど、この人はドロップカーブでハマってくれてますね。危ねえ。ナイスビシエド、マジで今日もありがとう。もうスピリッツがね弱くなってるビシエドをねそれでも使い続けてるのはそういう理由なんですよ。
まあ、正直替えが効かないんです、守備でのビシエドは。なんとか名人4位に勝って強いぞっていうところを見せつけたい。別に弱いわけじゃないんだぞっていう、そのなんか可能性あった方がだっておもろくないですか。もうこいつ絶対無理やんっていうやつより、あ、こいつ確かに頑張ったら名人いけそうって思わせた方がなんか良くないですか。落ちろ。いやー、もうちょっとあれなんですよね、もうちょっとしっかりミートしたらって感じなんですけど、オッケー、気持ちいい。ということで、3回ともね、さよなら勝ちですかね。はい、負けた1回は普通に負けましたけどね。まあこんな感じで、ちょっとずつ強くなれるように頑張っていきますんでね、今後も応援よろしくお願いいたします。あの、なんていうんですかね、もうなんなら見なくてもいいんですよ、本当に。それは嘘かな、見なくてもいいんですけど、とりあえずその収益化してお金稼いで新しい機材買いたいんですよ。でないとそのいい動画作るにも作れないんで、もうあのこの動画だけじゃなくて他の動画もですけど、もうなんか流してるだけでいいんで、視聴時間だけ僕にください、本当に。そしたら僕絶対面白い動画もっと作れるように頑張るんで、はい、まずは収益化目指して頑張りたいなと思ってます。ではまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。